皆さんこんにちは。今日は作り置きをしていたらあっという間に1日が終わってしまった日曜日の様子をお届けしたいと思います。まず画面いっぱいに広がりますのは買い出しに行って買ってきた食材たち。おおよそ2人家族の量とは思えないんですけど、続々と冷蔵庫にぶち込んでいきます。そう、この日はバレンタインが近かったんですよ。なのでお菓子作りなんて縁もゆかりもないズボラ主婦の私がお菓子作りをするという年に1回あるかないかの日でした。まずは生クリームを青く染めるという不可思議な行動に出ております。青って一番食欲をそそらない色って言いますけどね。そしてカップケーキの上に青い生クリームを絞っていく。もちろんズボラ主婦の私はカップケーキを焼くわけもなく、しっかりちゃっかり市販のものを使っております。てかまず家にオーブンがないので焼こうと思っても焼けないんですよね。とかなんとか言ってる間に出来上がっちゃってる。そう、これが作りたかったんです。クッキーモンスターのカップケーキ。健康志向が高まって着色料不使用の商品が増える中で、時代に逆らって着色料をゴリゴリに使っております。そしてお次はバレンタインに買ったチョコの紹介をさせてください。あげる人は旦那とお父さんとおじいちゃんぐらいなんですけど、毎年自分用のチョコ何個も買っちゃうんですよね。今回買ったのはもうずっと狙ってたバームクーヘン、ホレンディッシェカカオシュトゥーベというブランドみたいなんですけど、名前むず。見た目があまりにも可愛すぎるので、もはや味が微妙でも全然許せたんですけど、今まで食べたバームクーヘンの中で一番美味しかったです。ということでここからは気持ちを切り替えて作り置きをしていきたいと思います。なんでせっかくの休みに作り置きなんてしなきゃいけないの？そんなことに時間割いてる暇ないんですけど、という気持ちを必死に押し殺して黙々と料理をしていきたいと思います。作り置きって共働きだと結構してる人多いですよね。というか平日ってただでさえ仕事で疲れてるのに、帰ってからご飯作る気力もなければ時間もないんですよね。なので休日こうやって作り置きをすることで、平日の自分からめちゃめちゃ感謝されるっていうね、平日の自分に余裕を持たせてあげる、そんな感覚で作り置きをしております。夜ご飯にもなるけど弁当のおかずにもなりますからね。朝も夜も作り置きに助けられています。今の職場は割と定時で帰れてるので時間的には余裕があるんですけど、前の職場は残業がひどすぎて毎日家に帰るのが10時とかだったんですよ。そこから作り始めたら夜ご飯何時になるんだって感じだし、旦那が空腹で倒れたらいけないので、マジで作り置きするしか選択肢がなかったです。そこから私の作り置き人生が始まったって感じなんですよね。ちなみに過去の作り置きはこんな感じです。これは残業がひどかった前の職場の時に作り置いたやつだと思うんですけど、今振り返ってみると品数半端ないですよね。品数半端ないですよね。平日も残業で疲れてるのに休日は作り置きで一日が終わるっていう、もう負の連鎖みたいな日々の記憶しかないんですけど、こんなに作ったら余るんじゃねって感じなんですけど、全然余らないんですよ。むしろ足りなくなるぐらいで、予想よりハイペースでなくなっていくのって作り置きあるあるじゃないですか。うちだけなんですかね。ちなみに一番よく作り置きするのは鶏ハム。言われなくても作ってる人多いと思うんですけど、めちゃめちゃ簡単なのでおすすめです。フォークで穴を開けた鶏肉と焼肉のタレとチューブの生姜を袋にぶち込むだけ。適当な時間つけ置いたら、沸騰したお湯に適当な時間ぶち込むだけで完成。ぶち込んでぶち込むだけであっという間に完成してます。そういえば職場の人が作り置きで鶏ハムよく作るんですって言ってたんで、私もよく作るんですけどどうやって作ってますって聞いてみたんですよ。そしたら圧力鍋に塩麹となんちゃらを入れてみたいな話が出てきて、思わず白目向いちゃいました。
鶏ハムもこんなズボラな作り方してんの私だけだったみたいです。そんなこんな言ってるうちに全ての作り置きが完成した模様です。こうやって一面に並べた時の達成感やばいんですよね。まずはデミグラスソースのハンバーグとプレーンのハンバーグ、普通の方はポン酢と大根おろしで食べたいと思います。お次はペペロンチーノキャベツ、初めて作ったんですけど、弁当のおかずにも晩酌のおつまみにもなる万能メニューでした。そして豚肉と豆苗ともやしのナムル、あ、これが噂のズボラ鶏ハムです。最悪鶏肉と焼肉のタレさえあればできるので本当に重宝してます。そしてこちらが豚肉の大葉えのき巻き、食べる前にレンジでチンしてポン酢をかけていただきます。お次は弁当用の五目ご飯、そして最後に炊き出しですかってぐらい大量の野菜スープ。旦那が絶賛ダイエット中でお昼は毎日これなんですけど、1週間持たせようとしたらこんな量になっちゃうんですよね。ということで無事に作り置きという任務を終えたので、ここからは晩酌をしていきたいと思います。それでは乾杯。現在時刻は夜の7時とかなんですけど、そろそろ明日の仕事のことを考えて絶望モードに入るお時間。まあそんな暗い嫌な気持ちもお酒に流して忘れてやりましょう。そういえば今週投稿予定の YouTube の編集が残ってるんで、まあ飲みながらぼちぼちやろうかなって思ってたんですけど、もうこれする気ありますかね。早くも2巻目いっちゃってるし、完全に編集する気ないじゃんと思ったら、お、意外とちゃんとしてますね。でもなんか目の前にお酒やらご飯やら並べすぎてめちゃめちゃパソコンやりづらそう。なんやかんやで編集が無事に終わったので、ここからは晩酌一本に集中していきたいと思います。日曜日は今日みたいに作り置きして YouTube 編集して晩酌してたら終わってるっていう流れがお決まりになっちゃってるんですけど、まあ休みの日なんてそんなもんですよね。おっと、ここで旦那、私が作ったクッキーモンスターを食べる模様です。着色料使いまくりのこの毒々しいカップケーキを一目見て、寿命縮める気かって言われました。食べるのめちゃめちゃ躊躇してますね。一口いくまでに結構な時間がかかっておりますと思ったらパクリ。まあカップケーキもクッキーも市販なんでまずいわけはないんですけど、着色料が変な味するとかもなくて普通に美味しく食べれたみたいです。まあこんなの毎年作ってたらそれこそ寿命縮まっちゃいそうなので、来年はもっとオーガニックでヘルシーでボタニカルな、まあそれっぽい英語を並べただけなんですけど、体に優しそうなお菓子を作りたいと思います。とここでおつまみが足りなかったのか、ハンバーグを半分だけ追加した様子。酔っ払ってくるとちょっとだけ食べようって思って冷蔵庫から何かしら持ってくるんですけど、結局何回も取りに行って食い滅ぼしてるってことが多々あるんで、初めから全部持ってこいよって感じなんですけど、そしてハイボールには甘いものも合うよということで自分が作ったカップケーキを持ってきました。旦那に先立たれても困るので私も寿命を縮めていきたいと思います。てな感じで今日は私の何の変哲もない日曜日をお届けしましたが、いかがだったでしょうか。明日から仕事が始まると思うと憂鬱なんですけど、一瞬で花金が来ることを祈りながら皆さん一緒に頑張っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。